こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今日もですね、実践を絡めた商品紹介をしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今日の商品ですね、パッと見て牧田さんというのは分かると思いますけども、なかなか馴染みのない機械なのかなというふうに思います。実はですね、この商品充電式のですね、バッテリーついてますね、充電式の空気入れでございます。以前 10.8V の機械ありましたけども、この 18V になって売れ行きが良くなったということで、実際私もうこの撮影の前にですね、実演もしてみました。すごくいい商品です。ちなみに定価もですね、1万900円でしたかね、まあ多分実売価格は1万円を切ってくると思います。まあバッテリー別売りですけどもね、本体のみの価格ですけども、そういった機械です。ただこの機械ですね、お値段以上の価値があると思います。実際ですね、実演の方を見てもらったら分かると思います。空気ですね、入れが可能な対象物といたしまして、まあ車ですね、乗用車、オートバイ、それから自転車、それから面白いのがですね、ボールですね、サッカーボールとか、バレーボールとかボール、それから浮き輪、それからゴムボート、ああいうやつも入れれるんじゃないかなというふうに思ってます。ノズルもですね、こちらの方に付属でですね、いろいろついてます。こちらの方もですね、紹介していきたいと思いますけども、やっぱり乗用車とかバイクとかではですね、なかなか皆さん、普通はこう気にしないと思いますけども、高速道路で、まあ、空気圧を上げなさいとかね、教習所で習ったと思います。適切な空気圧でないと燃費や乗り心地が悪いとかですね、そういうのもね、まあ、どこかで耳にしたことがあると思います。特に、まあ、車とかバイクですね、人が乗って、まあ、大事故につながりかねない要因の一つでもあります。まあ、教習所でもね、聞いたことあると思いますけども、ハイドロプレーニング現象というのもあると思いますね。これがタイヤの溝で路面のね、水をもう排水しきれずに、例えば浮き上がって、自動車がね、水の上をこう滑って事故になったり、ハンドルが切れなかった事故になったりね、そういう風な現象もこの空気圧が原因で起こることもあるので注意してください。それから自転車ですね、アタッチメントついてますけども、こちらの方で、空気も入れれます。子供さん、それからお父さんの通勤時、空気圧を適正にしてですね、快適に通勤、それから学校にですね、行ってもらいたいし、お母さんもですね、買い物に行く時もやはり、快適な空気圧で、行ってもらいたいというふうに、思います。で、アダプター、先ほど言いましたけども、ボール用、それから、まあ、浮き輪用、それから、自転車用、車用とですね、付属品がありますんでね、十分使えるものなんじゃないかなというふうに思います。大きさの方もですね、コンパクトです。266mm、そして幅が 80mm、深さがですね、174mm、バッテリー装着時で 1.7kg というふうになってます。まあ、実際やってみますけどね、こちらの方にですね、デジタル表示がついておりまして、このデジタルをボタンを切り替えることによってですね、まあ、圧力の表示、プサイ、それからバール、それからキロパスカルと変更できるようになってます。特にね、車なんかの空気圧は、設定空気圧がやっぱり、まあ、ドアのところに書いてますけども、その空気圧で設定して乗ってくださいよというふうになってますんでね。それが適切にできるということですね。まあ、ライトもですね、LED ライトがついています。こんな感じで。やっぱり明るい時ばっかりじゃないと思うんですよね。空気を入れるのはやっぱりちょっと、夕方ちょっと暗がりになったり、なかなかこう朝入れれなかったりする。まあ、例えばガレージの中で、まあ、照明がなかったりする時も十分役立つと思います。ちなみに液晶もちょっとこう光るようになってますので、まあ、そういう工夫もされています。実際ですね、実演をして、皆さんにこの使い勝手の良さを実感していただきたいと思います。それでは実演の方をご覧ください。それでは実際ですね、この空気入れを使って、空気を入れてみたいと思います。車はですね、まあ、車両にもよりますけども、扉付近に必ず圧力、定額圧力っていうんですかね、設定圧力というか、このところに分かります?はい、はい、前輪が250kPa、後輪も 250kPa というふうになってますんでね、設定して空気を入れたいと思います。で、使い方は簡単ですね、まあ、電源入れてもらって、でここに液晶の表示が出ます。
ボタンを押すごとにこう変わっていきますんで、分かりますかね。はいはい、ね、プサイバールキロパスカルですね、はい、でここで今250キロだったんで、これ合わせます。マイナスするとこうずっと下がっていきますんで、設定してくださいね。はい、ロックですね。はい、であとはもうトリガーを引くだけです。今220キロになってんだね。ちょっと待ってくださいね。ましたね。簡単でしょ。これ操作の方法って、はい、これトリガー引くんですか。トリガー引きます。それでもう引いたままずっと設定になるまでずっと引きっぱなし。これ後輪も250キロね。はい、いきますね。はい、ね、おお、もう結構やっぱ225ね今。いや230かね。はい、いきます。あ、やっぱトリガー引いたままやね。4人とも行っちゃおう。これでも結構減ってるね。減ってますね。危ね。ここはどれくらい下がってます？225。あ、下がってますね。OK。 これあれですね。あ、これいいな。長距離ドライブの前とかの空気圧のチェックにも簡単にできるんでいいですね。そう、これ説明もしたけど、はい、基本的にはだいたいタイヤのメーカーさんも言ってますけども、あの月に1回ぐらいは点検してくださいって言ってますもんね。でなんか自動車学校でも聞くけど、なんか乗る前点検本当はしなきゃいけないよね。そうですね。これいいな。これなんか改めて命を守る行動になるよね。こういうね、多分ね、意識が交通事故を減らすんよね、多分。なんか、いやなんか、はい、今日ちょっと今朝から撮影してますけど、はい、めっちゃすがすがしい。本当なんか、なんかいいことした感じがする。しますね。わかる。ね、はい。次にちょっと軽トラックをやってみますけども、これ軽トラック、まあ、トラック系、うちにある2台あるんですけど書いてましたけども、タイヤの空気圧が低積載の時と、いわゆるこの350キロ乗せた時と、あの軽積載軽い時2名プラス100キロ以下の時には、あの空気の圧の設定が違うんですよね。これ多分意外に知らないじゃないですかね。うんうん、知ってました？知らないです。いや僕も初めて見ましたこれ。ほら、わかります？ 2名プラス100キロ以下の時は前輪が200、後輪が200ね。はい。で、ちょっと重量重い時にはやっぱり空気圧を高くしろってことなんですよ。うんうんうん、ね、じゃないと危ないよってこと。前輪を200、後輪を220でちょっと設定してみたいと思います。はい。じゃあさっきの設定をですね、今度は前輪の200に合わせますね。いやこれ知ってる、俺だけ知らないの？いやいや僕も知らなかったです。ね、僕して、え、290あんのこれ。これは入りすぎっすね。うん、これちょっと押さえたら抜くこともできるよね、これ。そうですね。これ刺した時に圧が分かるのがいいよ。あ、まだ高い。195ね。はい。いきますね。はい。OK、200。バッチリですね。バッチリ。こんなこともあんだな。後輪が220。後輪が220やろ。はい。
これでもめちゃ簡単だ。高い。入れすぎてるんだな。190ね。はい。195か。しかも220で自分で止まるのがいいもんね。いいですね。あー、これみんなタイヤの空気圧意外にチェックした方がいいかも。これ今日いい動画になったね。なんかいいことしてる感が。まさやろ。これも高っ。なんでこんな入れてんの。多分あれですよね、車屋さんが。車屋さんがね、あんまり点検しないやろ、ちょっと高め入れときましょうねとかスタンドとか言われますよね。あ、まあその事故もそうやけど、やっぱり乗り心地もね、うん、燃費もね、はあ、違ってくるもんね。意識が変わったんじゃないですか。月に1回ぐらい点検しようかなみたいな。毎日やる。え、毎日やる。あ、ちょっと減りすぎて。いきますね。はい。女性でも簡単っすね。簡単簡単簡単っすよこれ。なんか特になんかこう車が好きな人たちは、まあ、もうひょっとしたらもう持ってんのかな。そうですね、もっと何かしら持ってらっしゃるかもしれないですね。これが牧田さんちのがいいよね、またね。あ、で前輪は220ね。200、あ、200ね。はい、設定し直します。高めかな。高い。195ね。 OK、 これで空気圧は完璧と。適正な空気圧、適正な空気圧。ボールとかねできますけど、ちょっと自転車もやってみましょうかね。はい、じゃあ次にですね、自転車に空気を入れてみたいと思います。ちょっとカメラ近くね。近い。それ今何キロパスカルだ。ね、はい、でタイヤの方にもですね、ここに書いてますね、280キロパスカル、それから40プサイやったかな。そうです ね、 ね、はい、じゃあちょっと入れてみます。プサイにしてみろかね。はい。あ、すぐ出た。すぐやった。はあ、これでも圧はこれぐらいなんだな。意外になんかやばいような気がするんだけどね。触った感じですね。触った感じ。でもこれ定額で入ってます。はい、はいはい、いかがだったでしょうか。実演を見てもらいました。タイヤの空気圧を非常に簡単にね、入れれる機械です。本当はですね、車のタイヤの圧点検はですね、月に1回ぐらいは、まあ、できればですね毎日やってもいいぐらいです。ただどうやっていいかわからないとかね、ひょっとしたらコンプレッサーを持ってやらなきゃいけないなと思ってた方がいらっしゃるかと思いますけども、 18V のバッタさんのね、このバッテリーを持っている方だったらこの機械はですねすごく有効だなというふうに思います。とにかくお手軽なんで、女性の方でもですね簡単に使えると思います。タイヤの空気を入れる、充填するだけではなくてですね、点検作業にも使える機械だと思います。それから、今から夏に向かってですね、まあ、レジャーが盛んになってきますけども、特にね、今プールに行けなかったりしています。そんな中ですね、子供さんに家庭で大きなプール作ってあげることがあると思います。結構あれ作業大変なんですよね。そんな時にも活躍できる一台なんじゃないかなというふうに、思います。今回もですね、皆さんに実演を通して商品を紹介させていただきました。次回もいろんな商品をね紹介していきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。